始まりました勝弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森田敦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、勝弁シネマクラブと、前のねスキップシティ D シネマクサ映画祭共同企画クローズアップ映画祭のシリーズの第2回ということで、なんと今回は第33回東京国際映画祭特番となります。早速ですが今回のゲストをご紹介したいと思います。東京国際映画祭シニアプログラマーの矢田部芳彦さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は本当に光栄でございます。いや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 、ようこそおいでいただきました。いやいやもうねこちらの方にもう森川さんには開催直前で長年お世話になっておきながら、ちょっとお会いするのは久しぶりということでとても嬉しいです。久しぶりですよね。メールではちょいちょい、ね、やり取りさせていただいてるんですけども、だからいつもは矢田部さんが この立場じゃないですか。東京国際映画祭チャンネルでは、ちょっとティブスタジオというチャンネルもやっておりまして、はい、今ちょうど映画祭直前ということで、あちらの方でもいろいろ告知などですよ、ね、してるんですけれども、はい、一番うちとかぶってるというか、うちがかぶせてるんですけども、いやいや尺も似てるっていう、そうですね、割と長めという、長いですよね、今日も長くなりそうだと思いますので、思う存分、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。というわけで、紹介しますけど、隣にいるのは、おなじみ映画ジャーナリスト、ジョー・コーシンさんです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回は、あれですよね、10月31日から11月9日まで、はい、東京国際映画祭開催ということで、まあ、無事。まあ、もう大丈夫でしょうね。今日はね、わかんないですか、まだ直前なんで、まだ油断はできないですが、まあ、やっぱりもう大丈夫でしょう。最後の最後まで油断できないですよね。よね、だこれで、鬼滅の刃で、シネコンもう 100% で、はい、まあ、いいことになってるんですけど、万が一クラスター出たら、映画祭一発で中止になるんですね。やっぱりそのちょっと危機感、この危機感すごくあります、今。で、すごくまあ、鬼滅の爆発はいいニュースだと思ってるんですけど、頼むから何も着ないでくれっていう、すっごい今現在、気になります。今映画館ももうがっつり入れてる状態になってるんですよね。そうなんですよ。で、まあ、今日阪神出ると思うんですけれども、ちょうど映画祭準備中に我々準備してる間ほぼ 50% だろうと思って準備進めてたら、はい、割と思ってたより早く突然 100% に戻るってなって、映画祭運営どうするみたいなところでもしっちゃかめっちゃかになってですね。いや僕もこのタイミングはちょっと、頭よぎりましたね。いや、どうするんだろうみたいな。そうですね、映画祭関係、で、まあ徐々におそらく 100% に向けて少し調整していくってことになってはいるんですけれども、まあ今年とにかく安全に乗り切ることがまあ第一ではあるので。確かにそうですね。これは安全第一。そうですね。なんかもう大丈夫だろうと思う瞬間があんまりないですね。まあ、でも気を許さない方が今年はいいかもしれないですね。うんうん、そうですね。でも本当にまあ、緊急事態宣言の流れがあった時って本当フィジカルでやれるかどうかっていうのはまあかなり危ぶまれてたと思うんですけども、はい、でも矢田部さんはなんかメールのやり取りの感じで言いますと、もうとにかくフィジカルでやりたいっていうのはずっとおっしゃってた気がするんです、そこはやっぱりもう最初からできれば。そうですね。だから5月のステイホーム時期で映画館が閉鎖していた時はちょっとどうなるかなっていう思いはもちろん我々スタッフ全員あったんですけれども、はい、まあ、映画館が 50% でも開き始めた時にもうこれは、フィジカルでやるんだと、で映画館で、映画を見ようということを、まあ、大きなメッセージとして映画祭をフィジカルでやるんだということは6月の時点でも打ち出していましたね。9月にベネチア国際映画祭が、はい、まあ、初大きい国際映画祭としては初フィジカルということだったと思うんですけども、はい、まあ、でも今回の東京国際もそうですけども、実際はフィジカルプラスオンラインっていう形と言ってもいいですよね。そうですね。いわゆるトーク的なことだとか、ただそこはですね、オンラインの上映というのはないんですよ。上映自体はないけど、ね、上映自体、上映を混ぜたハイブリッドはもうちょっとやめようというか、そこの線引きがやっぱりそこは線引き引いたんですよね、上映は映画館でと、ただまあ来日はまだ難しいだろうというのは結構早い段階から、予想してましたので、はい、なので外国映画は
のゲストというか監督たちとはもうオンラインのトークだなというふうには、うんうん、あの割と早い段階でそれは計画しましたね。それはちょっと詳しくお聞きしたいんですけども、はい、あのそれは例えば自宅にいてもそのオンライントークっていうのは見れたりするんですか？見れます見れます。なるほど。で、ちょっとあの紛らわしいのがあってすごいこんな格論しちゃっていいですか？いきなり。ああもうどんどん何でもおっしゃってください。はい、映画普通はまあ Q&A って言ったら映画見終わってからその場で監督たち登場するじゃないですか、うん、でオンライントークオンライン Q&A と聞くと、じゃあそのまま座席に座って目の前のスクリーンで監督たちとつながって会場と Q&A やるのかなって、思われるかもしれないんですけれども、今回東京国際会社で計画しているのはそうではなくて、一回映画が終わって別日あるいは同日かもしれませんけど別時間帯に監督たちを、まあ、Zoom ウェビナーを使って、アクセスしてもらって、観客は見終わったと、まあ、どこかでスマホなり PC なりで、その画面で見て、で事前申し込みしてもらえば、その場で質問ができると。なるほどなるほど。でそれをやるとですね、あの例えば2回の一般上映があって、1回まあ業務者みたいなのがあって、それ全部終わってから基本的には組んでるので、2回の上映やプレスの皆さんもそこにアクセスして、質問ができるという形なので、あの使い勝手はいいんじゃないかなというふうに思ってるんですが、これまたやったことがないんでちょっとやってみないとうまくいくかわからない。でもあのそれこそ映画祭じゃなくても、その普通の上映後のトークっていうのも、まあ、あの今年の前半ではほとんどなくなった気がするんですが、そこからそのオンラインというやり方が浮上してきて、で実はあのオンラインでやった方がその視聴者数っていう意味では多いじゃないですか。そうなんですよね。どうしてもここはちょっとなんかポジティブに捉えられるかなと思っているんですよね。まあ、ポジティブに捉えつつも、上映後の Q&A となると、やっぱり、まあ、あのネタバレが当たり前というか、ネタバレするための回なんで、まあ、映画見てない人はアクセスしてくださいとあんまり促せないところはあるはあるんですけど、ただ広がりはありますよね、それでもね。うちもネタバレの時はもう書くもん書くもんネタバレしてる回でございます。でもほぼしてるっていう、ほぼ毎回してるんです。しても平気なやつとこれはちょっとっていうやつに分かれるっていうのはあります、ね。そうですね。まあ、あとはあれですよね、その今までだったらもうちょっと呼べなかったような国の人たちもトークができるっていう、だからやっぱりオンラインでこんなに距離が近くなるんだなっていうのは今年みんな気づいたことですよね。そうだからこれは実は僕本当大きいなと思っていて、うん、言ったらそのゲストをお呼びするだけでも一大事じゃないですか。そうですコストの面も、それがズームとかだと、まあ、あの落ちなければ、はいはいはい、トラブルはやっぱオンライン多いと思うんですけど、まあ言ったらギャラぐらいで、そうですね、交通費がいらなくなるっていうのは本当どこでもドアじゃないですか、はいはいはい、そういう感覚がありますよね。ありますよね、うん、そこをちょっとポジティブに捉えて、でもやっぱりそのちょっと生ゲストがいないと、まあ、日本映画国内にゲストがいるケースはなるべくフィジカル登壇してもらうんですけれども、まあ、海外のゲストいないとお祭り感という意味でなかなか演出がしにくいので、でしかも劇場は密にならないでくださいとか、なんかこうご注意くださいそれダメですとかっていう注意事項が多くなっちゃうんで、少しこうお祭り感を出しにくいっていうのがあると思うんですよね、うん、まあでも今年はもう10日間乗り切る安全にやるっていうのが大命題なのでそこはちょっと皆さんもご理解いただきながら進めるっていうことなんですけれども、まあだからそういうところをオンライントークでちょっと少しでも埋めていければなというのはね、思いますけどね。でもその10月31日来るまでにやっぱ今年の激動のなんか変遷っていうのは本当なんて言うんでしょう、ある意味やっぱり興味深いと言ってもいいと思うんですけども、例えば東京国際ってある時期から上海国際映画祭と連携している部分もあったんですか、はい、ここに上海国際映画祭のあのディレクターに就任した途端頃に直撃された方がいらっしゃいますけど、はい、上海はできなかったわけだもんな。上海できました、ね、あできたか、あのでもあの形そうあのオンラインではないんですけど、うん、フィジカル開催ですが、まあ、映画祭というよりは普通の上映って感じになっているので、うん、もう本当に矢部さんおっしゃったようにイベント感とかお祭り感一切なくて、だから一般の方がもともとでしたら6月上海国際映画祭で開催するっていう、なんとなくイメージがあるんですけど、今年
開催しましたっけっていう感じになっているんです。ジョーさんも行けてないわけです。行けてないですね。渡航禁止ですね。これだから大きいですよね。大きいですね。現場感、ライブ感というのは、そうですね。だ我々も上海どうするんだろうとか、もう固唾を飲んで見守ってましたね。何月でしたっけ？7月。7月か。しかもちょっと前、ちょうどそうなんですよね。7月20日で映画館解禁 OK で、7月26から。それもギリギリだったね。ギリギリです。はい、だからそういうものやっぱりちょっと映画祭としての実感っていうのがなかなかジョーさんの中でも得られにくい感じではあった。逆に私にとって今回映画祭のそれプログラミングアドバイザーに就任して、あの映画祭は映画祭始まる前にも終わったって感じはします。そうそうそう、はいはい。今回だからちょっとその部門の変更などがありますが、ちょっとご説明していただきたい部分があるんですけども、やっぱり一番大きいのはこの東京プレミア2020部門っていうことですよね。はい、そうですね。まあ、フィジカルでやろうとなって、で、いつものままではできないだろうなというか、やっぱり今年はある程度スペシャルエディションということになっていくであろうということで、じゃあどういうことを打ち出していくかというのを検討していたんですけれども、と同時にですね、海外ゲストがの招聘、来日招聘は叶わないだろうなっていうのはさっき申し上げたように割と早い段階で予想してましたので、国際、要は海外から審査員を呼べないだろうと。でフィジカル上映にこだわったので、海外から審査員招いて、でフィジカルで映画を見てもらって、まあいい環境で見てもらって正しい審査をしてもらうっていうことができない以上、オンライン審査ってちょっと抵抗があったので、まあ、だったらもういっそのことを今年はコンペティションをお休みして、ただ映画の数はあの、ね、減ったわけではないのでそれほど、新作をとにかくフラットに、見せて、ショーケースということで、コンペアジアの未来日本映画スプラッシュという従来あった賞を競う部門を統合して一つの大きなショーケース部門にして、打ち出して、まあ、観客の方には投票してもらって観客賞は1個決めるけれども、基本的には今年は、コンペティティブではない賞というものを設けることによってなんか、今年の特別感というのを出していこうかなという、まあ、これかなりカンカンガクガクの議論はありましたけど、そうですよ、めちゃめちゃありましたけど、すごいなんかこうありそう、はいはい、やっぱりコンペがあった方がいいっていう意見も当然ありましたし、こういう年だからこそきちんと賞をあげて映画人たちをこう応援するべきだって意見もありましたし、いやいやこういう年に勝った負けたとか言ってる場合じゃないだろうみたいな、そういう意見もありましたし、これは激論でしたね。矢田部さんはどの論に組みしてたの？僕ね、両方そうだよなと思ってたんですよね。そりゃそうだわ、で、ただそうですね、今年はなんか特別なことをやった方がいいなというふうな、思いがありましたし、ちょっと東京プレミア2020を、ドーンと打ち出してみるということをやってみたいという、ちょっと今までやってなかったことをちょっとやってみたいっていう思いはあったので、とても納得してますね。なるほど、はい、で今年は上海もコンペティション部門があるのに賞がなかったっていう特別の設定になりました。一応でもコンペ部門はあったの？あったんです。でそこで終わりました。でも賞がなかったらコンペじゃないもんと。そうですね、さっきも矢田部さんがおっしゃったようにオンライン審査はやっぱり抵抗しているので、はい、上海はもう審査員も設定しなくて、もう完全にコンペだけでなってしまって、まあ栄誉賞みたいな感じでコンペ入選しましたみたいな、あれをそうかそうか、そう終わりました。そうか、まあ言ったらコンペティションって語義がもう無視されてるコンペなのに賞が出ます、ね、難しいですよ ね、本当に。でもその統合したってことは、はい、観客賞はこの言ったらそのインターナショナルコンペティション、アジアの未来、日本映画スプラッシュを混ぜた形での投票になるわけです、ね、はい、そうですね、うん、これって結構大きいパラダムシフトじゃないかなと思う大きいと思います、うん、でもちろん32本あるので32本見られる、全部見る人はまあ、いるかもしれません、いらっしゃるかもしれませんけれど、そんなに多くはないと思うので、なんて言うんでしょうね、まあ、結局平均点でしか集計はできないんですけれども、うん、ちょっと割と大きめのサイズの作品からすごく低予算のインディペンデントの作品まで同じ土俵で、うん、見てもらう、観客賞を競ってもらうということなので面白いかなと。
それは得票数じゃなくて点数なんですか？結局全32本が同じキャパシティ あのスクリーンでかけられるわけではないので、ちょっとそこはもういろいろ考えたんですけど、平均点でいくしかないかなっていう。なるほど、はい、観客数が違うから、また議論起きそうだね。そ, もうそこは、ね、納得してもらうしかないです。じゃあまだそこもちょっとあれですか、フレキシブルなところあるんですか？例えば観客賞でもこう票が割れたり、すごく得票が集まったけども、その分こうちょっとやっぱり多いとやっぱアンチも増えたりするんですよね。で、1票だけど熱烈な信者がいるものは高得票になったりするっていうのはよくあると思うんですけども、そういう結果が来た時に柔軟にその観客賞というものを配布するっていう感じの形はある。もう今そこまで頭回らないんですけど、たどり着かないですね。そっか、はい、でもちょっと本当は考えなきゃいけないんですよね。なるほど、でも本当すごい実験的な感じもあって面白いですよね、はい、ありがとうございます。今回じゃあちょっとその入選作っていうところの見どころみたいなところも映りたいなと思うんですけど、はい、まあ東国国際映画祭のチャンネルの方でもみっちり語ってらっしゃる、ことではあるんですが、まあ、ちょっと重複してしまいました。何度でも何度でも、はい、でちょっと実は僕が数年来お世話になってるっていうのは、はい、僕はその日本映画スプラッシュ部門ってことになるのかな、の、あ、うん、とは限らず日本映画ですね、日本映画全般、うん、の一次審査に実はちょっと僕入ってまして、一応なんだ前作ではないんですよね。そうですね。でも大体35作品ぐらい、夏になると見るっていうことで、5年間ぐらいもうそんなになりますよね。で、はい、まあ応募作品が、来て、これはちょっと森さんに見ていただきたいなっていうのが、いや結構あれね、我々の中で、いやこれちょっと森さんのコメントが欲しいと思って、森さんにお送りして、でちょっと文章を書いてもらって、返してもらうことがあるんですけども、森さんのコメントがね、やっぱりね、抜群に面白いというかポイントをついてるというか、さすがプロは違うなと毎回思うんですけどなのですごく助けていただいてるというか、すごいラフに書いてるんですけど、あれがいいんですよ、あれが、はいはい、でそう、それで出して、まあ、結果が返ってきて、あ、なるほどなるほどとか、いろんなこの、なんだろう、内部事情的なこともいろいろ伺える面白い仕事だなと思って毎年やらせていただいてるんですけど、はい、あれですよね、今回はでもそのなんだろう、決めていく部分で関して言うと、なんかこの大きい基準みたいなのってありました？大きい基準は特にない、特にないと言ったら語弊があるんですけれども、まあ、従来であればコンペ、従来であればアジアの未来、従来であればスプラッシュに入っていたような作品を、はい、まあ、入れていったということで、うん、まあ、ゼロから32本を考えるんじゃなくて、うん、まあ、ある程度要はコンペ未来スプラッシュということで少し先手動き始めていてからの方針展開だったので、うん、まあ、全部なくしてゼロから選び直すということよりは、まあ、従来のその部門に入っていただく作品を集めると、うん、ただ気をつけたのは、全部集めるとなるとちょっとそのスプラッシュで例えば今まで、こう招待していた割と低予算インディペンデント、うん、的な作品が漏れそうになってしまうので、うん、そこはちょっとしっかりやっぱり若手ちゃんと、うん、紹介していこうよというのは、意識しましたし、うん、アジア映画については、まあ、東京プレミアって歌ってる以上はアジア映画についてはワールドプレミアを重視しようとか、うん、そういったことを、まあ、意識していきましたね、うん。これは今回限らずなんですけども、国際映画祭であるっていうことは日本映画を選ぶ際にもかなり重要視されてますか？そうですね、国際映画祭である、以上は、まあ、自国の映画をワールドプレミアでっていうふうには考えているっていう意味でも意識してますし、そうですね、はい。いや、それがね、僕いつも難しいなと思うのは、やっぱりその日本映画の文脈と世界映画の文脈って今かなり違うので、まあそこはね、うん、どっちに寄せていったらいいのかっていうのは、ちょっと
悩むところでもあるんですよ、うん、あのやっぱり僕は海外に寄せたいというか、その僕がスプラッシュも、コンペも両方今まで見てきたというのは、うん、できれば外国映画を選んでいる人が同じ目線で日本映画を選んだ方がいいんじゃないかとちょっと思ってたんですよね、うんうん、でなのでやっぱり外国映画と同じ土俵に乗っけて日本映画を作ってる人が、ちょっと外国意識しろってすっごくなんか上からな言い方ですけれども、なんか同じ土俵で映画を作ってることをもっと意識してもらえたらなということはありますし、うん、まあ、なるべく日本映画スプラッシュ、今年で言えば東プレの日本映画が海外の映画祭とかにその後展開していけるようなお手伝いもしたいなと思いますし、できればだからそっちに寄せたいという気持ちはあります、ね、結構もうだんだんガチトークの匂いがしてきたやばいやばい。ジョさんその辺どう思います？いろんな国際映画祭、アジアの国際映画祭とかもかなり行ってらっしゃると思いますけども、はい、いつもこの活弁でもあのそこは論点になるんですよ。つまりこれはその日本国内のすごくそのガラパゴス化してるっていう日本映画が、はい、あの問題点っていうのはかなり語られてると思うんですけども、はい、そろそろそれを打破しないと、うん、あのいろんな意味でまずい状況になると思っていて、うん、それはその東京国際映画祭の、まあ、あの一観客として見ていてもやや思うところではあるんですよね、うん、毎回そのなんかドメスティックな文脈と、はい、その世界映画的な文脈の、多分折衷点で落ち着かせてるそうなんですよね。そうなんですよね、うん、あのあどうぞごめんなさい。いやいや、とんでもないです。なんか、うん、私もあの実は前あの東京国際はあの2011年からマスコミとしてずっと取材し続けてきたんです、うん、まあ、中国の媒体として、はい、矢沢部さんも2回取材させていただきました、はい、でやっぱりあの一番感じたのはあの日本映画の海外進出に関して、うん、なかなかそういう軌道に乗っていないというか、あの海外との交流はまだ少ないだ、うん、と改めてずっと感じてるんですよ。なぜかというと、私中国媒体でもし日本 の作品とか取材したい場合は大体断れるケースが多いんですよ、うん、なんか上演も決まってないのになぜ取材するかとか、そういう、うん、あの返事が来たり、あとやっぱりなんか日本国内のイベントだから海外の媒体を断るとか、まあ、東京国際映画祭はもちろんそうではないんですけど、でもそれが東京国際映画祭しかできないんですよ、海外に向けて宣伝するもの、うん、そこはやっぱりちょっと違うなと思うんですよ、うん、なぜかというと映画はやっぱりあのさっき矢田部さんもおっしゃったように、あのもう国っていうよりはあのグローバル的に見た方がより交流できるあの芸術の一つでもありますので、そこでもっとなんか世界各地、せっかく海外の日本映画ファンもたくさんいらっしゃるということなので、もっといろいろ交流できたらあの作品自体も広くなっていくことができますし、うん、それこそ先日あの石山翔造さんを取材した時も、うん、あのなんかあの今の外国の若手の監督の作品を見て、で日本の若手の監督の作品を見ると、なかなかやっぱり海外の監督たちはもうあのストーリー自体はちっちゃいの物語なんですけど、そのちっちゃい物語を通してなんか今の社会が見えるっていうあの作り方があのやっぱりメインっていうか、若手はそういうことをやり始めたっていう感じなんですけど、日本はどっちかというとやっぱり本当に身の回りのことを考えてそこで完結するっていう作品がより多いっていうイメージなんで、そこはやっぱりあのどっちかというとあの別にそういうサッカー性っていうかあの本人の才能っていうことではなく、やっぱりあのなんかコミュニケーションの足りなさっていうか、うん、あのその辺の問題点、ちょっと偉そうになんですけどすいませんが、じゃないかなと思うんです。中国は本当にあの上映後であのやっぱり多分中国広いなので、あのなんかフィジタル開催のイベントはもう限界がありますし、すぐなんかネットで、うん、ジャジャンプさんでさえネットで中継でみんな4時間であの質問を受けたりはしているので、皆さんの意見を聞いていろいろなんか新しい発想ができるっていう、もちろん海外の意見も大歓迎でっていうことだから、なんかそれもあの去年パラサイトが北米であのアカデミー賞まで取ったっていうことも含めて、日本映画が今後なんかもっと海外に行くっていうのは今後本当に多分最も大きな課題のではないかなと思っています、ね、この番組で本当にそれを問題点の周り回ってるもんね。そうですね、はい、いやだからあの僕今回の、第33回ってそういう意味では、はい、くしくもなんかこれまでの慣習を打ち破るチャンスじゃないのかなと思う
ところもすごくあって、うん、っていうのは例えば、まあ、ちょっと僕も出させていただいたりしたこともあるのであれなんですけどもその例えばその上映後のトークだったりあるいはそのなんかマスコミ対応にしても、まあ、すごく日本的だなっていう感じがあって例えばその外国人ジャーナリストが行ってもちょっとその、ね、セクションが分かれてたりとかするとかそういう感じがあるわけでしょ。だからなんかそこら辺をもうちょっとこうオンラインっていう形でその上映後トークみたいなものになったらそこの監修がもういきなり開けるところがあるのでなんかむしろちょっと期待してる部分が非常にあるんですよ。そうですね、うん、まあだからちょっと やっぱりどこまでそのいわゆるピンチをチャンスに変えられるかっていうところはなんかね僕のかおっしゃるようなちょっとねいい意味で壊すみたいなところにまでいけたらいいなと本当思うんですけれどもやっぱり今年は慎重さが安全むしろ、むしろ安全が優先されているのでどこまでその先にあるチャンスまで届くかというのはやってからはい、ちょっと やりながら、うんうん、調整したいなと思いますね。矢田部さんご自身はでもそういったなんか問題意識っていうのはなんかあるような気がするんですか。それはものすごくあって、うん、でそこはもう毎年毎年森さんと忘年会やりたいなと思いながら実現してこなかったすごいお話ししたいことはたくさんあるんですけれどもだから海外との日本との結びつきという進出という意味では今年結構突破口を開きそうな作品が何本かあって、うんでまあ、移民やボーダーをめぐる作品がたくさんある中で、ちょっと日本がそういったテーマに絡んでいくっていう作品も結構あるんでですね、うん、作品的にもちょっと、今年分岐点になってくれないかなと期待するところもありますしで、まあ、日本映画の海外との関係でいくとやっぱり国際、共同制作を、できるような場がノウハウが蓄積されてないということと、うんまあ、それをできるプロデューサーの数がとても限られているというところが、あるっていうのはまあ一つ問題意識としてはありますね。特に東南アジアの若手たちはもう合作というのが当たり前 で、うん、でいろいろなマーケット映画祭に行ってそこで、制作資金を集めてプレゼンしてでそこ行くたんびに脚本がもっとこうブラッシュアップされて、うん、でその企画に見合った予算を2年3年かって集めてさあ1本目作るっていうことでそれが世界もあるわけでやっぱりそこのプロセスを、ノウハウとしてもう少し日本の制作現場に、まあ、それを実践できる人を育てる必要があるのかなということは、うん、長い道のりですけれども思うところでありますね、うん、今回例えばその作品としてはその今おっしゃった何かその日本と海外のボーダーみたいなものを突破できる可能性のある作品としてはどういったあたりに、はい、これはですねまあ、代表作品として僕ワールドフォーカスに入っている、うんですね、13ページです、はいはい、ガイドでいうと13ページで海辺の彼女たちという、はい、藤本明夫監督ですね、うん、これは僕の帰る場所という作品で、うん、アジアの未来の作品賞を数年前に取ったんですけれども、そうですね、でこれはベトナムから出稼ぎに来ている3人の女性が日本で苦労するという、物語なんですけれども、まあ、完全にご覧になりました。まだですけど。まだですか。でも話は実は3月の大阪アジア映画祭でちょうど藤本監督取材した時青森でロケしたんです。そうですね。話を少し聞いたので、はい、すごく楽しみにしてるので、ですけど。で本当にこれは彼の、はい主題も演出も、はい本当にグローバルスタンダードだなという。タッチでですね、まあ、なのでサンセバスチャン映画祭のニューダイレクター部門に選ばれて、まあ、それでちょっとワールドフォーカスという部門に今回は、ご紹介したんですけれども本当に国境を越える、まあ、移民の物語でもありますし、ちょっと日本映画としては非常に、なんていうのかな、世界の他の作品と比べて何ら遜色のない、作品だなという
ふうにちょっと本当に驚きましたね。でもその言ったらその海辺の彼女たちは日本とベトナムの合作という形になると思うんですけど、はい、まあ、トゥルーノースだったら日本とインドネシアだったり、はい、そういう意味ではその、まあ、制作自体にもうちょっとその、他の国との共同で作ってるっていうあの作品も入ってきて、入ってきているということで、うん、まあ、こういう形の、まあ、制作、が日本の現場にも刺激になるといいなと思いますね。まあ、実際あれですもんね、あのそれこそ、まあ、黒沢清監督とか深田晃司監督で、はい、日本とフランスの合作っていうのは実はめちゃくちゃそうです、ね、増えてるって言うと言い過ぎだけど、はい、多いですもんね。多いですね。だからそこはあのフランスにあので長年活動されている日本人のプロデューサーがいらっしゃって、はい、まあ、彼とのつながりからフランスの映画会社ともつながって、うん、でフランスの映画会社とつながるとカンヌに対するパイプが太いの で、ね、カンヌにもこう、作品が選ばれる可能性が高まるとか、うん、まあ、そういういい運と縁を、築かれているのが、まあ、川瀬さん、黒沢さん、そして今深田さん、浜口さんという、ことになるんでしょうかね。まあ、話前後しますけど、深田晃司監督の特集もありますもんね。はい、うん、まあ、今年は特に、まあ、前半今年は深田晃司の年だったってですね。あの MVP としてMVP は深田晃司さんだったということに異論がある方はいらっしゃらないと思うんですよね。やっぱり、あのミニシアターエイドで3億円を超えるお金を集められて浜口さんと一緒に銭湯に立ったということと、カンヌに選ばれたということで、またテレビドラマの映画化というか映画版が公開もされるということで、まあ、八面六臂の活躍っていうんでしょうか今年の MVP は。でかつ、まあ、深田さん東京国際映画祭とも縁が深いっていうか長いので、うん、今年はご紹介して改めてプッシュしたいというか称えたいなという思いですね。でもある種その象徴的なことかもしれないですよね、うん、その深田さん的な突破口の開き方っていうものを東京国際映画祭は支持するっていう言い方ができますもんね、うんうん、そうですね。だからその僕だからその第一次審査に関して初めてお話ししますけど、はいはいはい、難しいんですよね、だから僕もすごく、だからなんだろう、東京、僕で言うと東京国際でかかるってことはめちゃくちゃ意識して多分なんかあの、うん、コメント書いてると思います、はい、それは何かというとやっぱりさっき言ったことですかね、あの国際映画祭、東京でやる国際映画祭で書ける意味って何なのかっていうところは、うんうん、割と僕もっと厳密に問い詰めていく論点だと思ってて、例えば映画って言ったら個人の趣味なんで、そうですよね、これ好きだから推したいみたいな情熱っていうのはすごく健全だと思うんですけども、はいはい、国際映画祭でそれやっていいのかみたいなところもすごくある、うんうん、だからこれは僕別に好みではないけども論議を呼びそうだと思ったら高くしますもん、ね、そうなんですよ、うん、はい、ただだからそうですね、ちょっとジレンマあります。あります、わかります、わかります、いろいろとあります、すごくわかります、まあそれはだからもう一次審査だろうがどの段階の審査だろうが同じですよね、うん、その自分の好みというか主観での評価と映画祭としてどうなんだっていう、判断とは同じようで違うし違うようで同じだし、そうですね、っていうところをぐるぐる回ってしまうところはあります、ね、うんうん、もう一つ言うと、うん、そのなんだろう、日本の商業映画前とした作品 の、うん、あの枠組みのドメスティック感っていうのも、はい、僕は割に優遇されてるなと実は思います。これなくていいんじゃないかな。いや、そこはずっと思ってる。そこはね、そうなんですよ、うん、でそこはそうなんですが、うん、まあ、僕の中では、まあ、そこはちょっと一周して、うん、まあ、東京国際映画祭っていうのはあらゆるファンを相手にするというか、うん、まあ、映画のデパートで、まあ、各界の売り場に皆さんの求めてるものがありますよっていうような、やっぱりちょっと映画祭というとやはり普通はね、商業かアートかといったらアート寄りの作品をきちんと紹介して作家を応援するっていうところがあると思うんですけれども、まあそこは絶対守らなければいけないんですが、日本の映画業界のことを考えるとそこだけ見ていては
片手落ちだろうなと、うん、やっぱり商業の方もきちんとそういうファンを相手にしていかないと、うん、東京国際映画祭は成り立たないし、うん、だからまあメジャーなファンもインディーのファンもまとめて相手にするのが東京国際映画祭の特徴なんだということをあえて、まあ、開き直りじゃないですけれども、打ち出していくというのが東京国際映画祭の、特徴にするべきだと僕は個人的に思ってるんですけれども、うん、まあじゃあそういった面がすごく打ち出せているかというとまだ、足りないかもしれませんし、森さんのようにもう少しちょっとこっちに寄った方がいいんじゃないかっていうご意見は当然あるので、そことの、まあ、整理というのはもっと足りないのかなという気は、うん、はい、どうなんですよね。でもその僕はな、まあ、こっち側に寄った方がいいんじゃないかっていう部分で言いますと、その寄り方っていうところがさらにもう一個、うん、さらに重要な点かと思っていて、はい、なんだろう、これってでもあれですよね、そのジョさんが大阪アジアンで、はい、あの寺岡総さんに、はい、あのインタビューされた動画があるんですけども、はい、寺岡さんがその、まあ、必ずしもその社会的な問題を描くこと自体があの優位性アドバンテージあるとは思えないっていうようなことを語ってらっしゃる、それは僕基本的に賛成なんですよ、うん、だからその、だからそこの見極め方が難しくて、これは小さな物語、さっきジョさんが言ったことと重なる、はい、まあ、例えば今年公開されて劇場公開されたものでいうと、まあ、キム・ボラー監督のハチドリっていうの、うん、僕めちゃくちゃ気に入ってるんですけど、そうですね、僕も好きです。あんな小さな話でも、はい、あれ完全に世界構造のポレミックに浮上してくるもので当ててきてるし、しかもその韓国社会の現代論にもなってるっていう、まあ、めちゃくちゃ考え抜かれた設計で作られた小さな映画じゃないですか。だからあの そこの、そういう、なんだろうな、なんかあからさまにその社会問題を扱ったものではないんだけども、世界性のある構造っていうのはあると思うんですよ。ただその、ただあのこれは作品まだあの一部しか見れてないのにあれなんですけども、どっちかって言ったらそのなんだろう、ね、主題そのもので超えてるかどうかっていうところで判断されているものか、これ超えてんだけど理解されてないのかっていうのが落ちたんですよ。それはやっぱりあのなんだろう、僕選ぶ側の意見といいますか、選ぶ側はなぜこれを選んだのかっていうことをもっと出していくっていうのは重要かと思っていて、うん、はいはいはい、これ落ちてるけど、これはすごく世界構造に当ててきてるけど、もしかしたら読み取れなかった人がちょっと不相な言い方ですけども多いんじゃないかと思うこともよくあるんですよ。あ、うん、そうですね、うん、それはやっぱり数見てる中で全部を読み切れてるかといったら、うん、読み切れてますというのは言い切るのは傲慢ですね。だからそれはそこまで解釈しきれてないゆえに落としてしまった作品はあるでしょうね。でも落とすときは心苦しいですもんね。いや、それはもう団長の思いすることが、ね、かなりレベルの高いものが落ちたりもするので、しますね、しますね。だからだってね、千何百応募来て、まあ、日本以外に限らず全部含めると千何百検討して千何百断らなきゃいけないんで、そうだ、まあ、ね、もう本当にこうそっちの方が辛いですね、作業としてはね。でもそんな中でやっぱりでも選んでいく過程で、うんうん、これは重要だっていうのが、まあ、合議で上がっていくっていうのはあるわけですね。そうですね、だからまあもちろんその主題がいいから選ぶっていうことは、うん、基本はないですよね、うん、その、要は描かれていることが重要なので映画の出来がいまいちだけを選ぶっていうことは基本はないですよね、うんうん、そこはやっぱり映画がいろんな意味で面白くないと、うん、どんなに主題が重要でも選ばないっていうことは、うん、それはありますね。応募状況としては、ね、はい、傾向としてはいかがですか。どういったものが多いかなっていう印象がある。これはまあ本当に千差万別ですけどね、そうですね、どうでしょう、うん、日本映画は
やっぱり日本映画若手の応募が多いと、まあ青春映画の比率も高まるかなというのは、うん、あるかもしれませんけれども、それほど目立って何か傾向があるかというのは、全体見通してないんですけれども、うん、ただ今言ったことにちょっと矛盾するようですけれども、うん、数年前からもう50年ぐらいですけれども、世界的には移民のテーマですとか、うん、まあ、移民と、まあ、格差社会と、ここ数年は特にやっぱりジェンダーですよね、うん、だからこの社会的主題を盛り込まれた、しかもそれのいい作品が今年は結構揃ったなというふうには結果論としては言えると思いますね。で、映画応募全体にそういう傾向があったかどうかっていうのは言い切れないところありますけれども、今ちょっと挙げたようなポイントを抑えた名作っていうのが結構入ってきたなという印象はあります。例えばいろいろ思うことなんですけども、まあカンヌがあって、ベルリンがあって、カンヌがあって、ベネチアがあって、アカデミー賞、まあ、トロントがあって、アカデミー賞があるみたいな、まあ、流れが、ちょっと時期はあれですけども、はい、同質化っていう問題がちょっと出てきてる。同質化、同質化、ああ、はいはいはい、うん、そうですね、そうですね。つまりそのカンヌでグランプリを取った、パラサイトと、ベネチアでグランプリを取ったジョーカーがアカデミー賞で争うみたいな。で、そのトロントとかも、まあ、なんかでも、全てがね、これがここで選ばれたらその前哨戦ってなるっていうような、これはだからその世界の問題 の、 問題意識が共通してくると、どうしてもどっかで属性として起こるものだと思うんですけども、つまりその先端的な問題意識を持っているものは話や構造が似てくるっていうところがあるので、やや避けられない部分ではあると思うんですけども、 そうですね、そこと の、 そのなんかせめぎ合いっていうのも結構すごい重要かなと思っていて、リンクしつつどう距離を取るかみたいな、ことで多様性っていうのがこう担保されていくんじゃないかなっていうふうに思っているところがあります。そうですね、東京国際映画祭はしかもベネチアとトロントが終わった後の秋なので、いろいろやっぱりセレクション的にも難しいところもあるんじゃないかと思うんですけど、そうですね、はい、いくつかのレベルでの話ができると思うんですけど、例えばパラサイト、ジョーカーっていう今森さんの同質化につながっていくポイントってやっぱりすごく興味深いというか、興味深いんですけれども、ちょっともったいないというかつまらないというか、やっぱりカンヌはカンヌアカデミーはアカデミーにいてほしいなという部分は少しあるんですけれども、ただそれ時代の流れかもしれないので、抗えないものがあるのかもしれないと思いつつ、あとやっぱりここ、まあ、10年の傾向としてもう作られてる映画の数がもう半端なく多いので、確かに、本当にカンヌアカデミーで受賞してるのは氷山の本当に一角だけで、その下にもう何千という映画があるので、その中できちんと多様性を、大事にできるようなセレクションをいかに各映画祭がしていくかというところが、まあ、問われると思うんですけれども、だから、まあ、カンヌにしても、まあ、ある視点や監督週刊、ベネチアにしてもオリゾンティやベネスデイズという、そういった第2第3コンペですっごくいい作品が揃っているので、そこをちゃんとこう見逃さないようにいいところは東京国際映画祭でも扱って、だから、そこを重視していくのは一つの映画祭の役割かなというふうに思います、うんうん、でもすごく今本当重要なことを語られていると思うんですけども、僕もそのいわゆるアカデミー賞と主要国際映画祭がの同質化っていう現象が一方にあるとして、でもおっしゃったように本当それ上積みじゃないですか、でその下にはものすごい数の映画があるわけで、これをどうするかっていうのがよっぽどの問題ですよね、で思うのは、例えばその今おっしゃられたようにその、まあ、オリゾンティだったりカンヌだったらいわゆるセカンドライン、サードラインみたいなってとこがあるわけです、うんうんうん、オルタナティブなラインとして、はい、
僕もどっちかというとそっちに今かなり、はい、自分の目が行くっていうところがあって、うん、そこでその東京国際映画祭のに、うん、可能性っていうものがすごくそのある部分じゃないかなと思ってるのは、むしろ東京国際映画祭はそのセカンドライン、サードラインと競う、うん、規模でやるべきじゃないかなっていうふうにすごく思うんですよね。実質的にはそうなってはいるんですよね、うん、なっちゃってるというか、うん、やっぱり、国際映画祭として、まあ、一応 A ランクと言われている国際映画祭ではあるので、そのファーストラインを狙っていきたいし狙っていかざるを得ない事情はありつつも、やっぱりセカンドラインの方が面白いということもありますし、面白いというのはあると、セカンドラインでやっぱり今カンヌやベネチアのコンペティションで上映された作品、紹介された作品は東京国際映画祭のコンペティションには選ばないということにしてるんですよね。他の A クラスの映画祭のコンペで1回競った作品をまたうちのコンペでは競わせない。ただその第2コンペ第3コンペの作品でいいのがあれば、まあそれは一応 OK にしていると。でそれをこっちのコンペに持ってきた時にそれが賞を取るっていうことがあって、まあ、若干微妙じゃないですか、その結果だからね。そのいい映画が賞を取るっていうこと自体は素晴らしいんですけれども、同じ A ランクとかはちょっとだから規約と結果に少しズレがあるということで、で今年一回ガラガラポンしたことで、まあ、来年の部門構成ということをちょっと検討するきっかけにはなるかなというふうには思いますね。だから僕がさっきその深田浩二監督があるシンボリックな人物になるってのは今言った理屈なんですよね、うんうん、そのセカンドラインサードラインでやるっていうところにまさに深田さんというのは言ってるわけで、はいはいはい、そこなんか僕はある種マニフェストっぽく思いましたもん、うんはい、あなるほどこれはかなり明確ではあると思ったんですけども、というのはもうかなりもう率直に言ったんですけど、この機会なんで、はいはい、やっぱりなんだろう、東京国際映画祭って僕なんか3つぐらい人格があるって言われてる。ああそうかもしれないですね、なんか全然違う人格が3つか4つか混ざってんなっていう印象があって、はいはいはい、だからそこじゃないかなと思うんですね。もっとその一つのなんだろうキャラクターというか、映画祭って一つのキャラクターをもっと持っていいんじゃないかっていうふうに思ってるかな。ジョーさんどうですか、その個性、映画祭の個性っていう意味で。そうですね、やっぱりこれもまた前石山さんと話した時も、上海は今年初めてやり始めたんでと思うのは、去年は実は石井裕也監督を取材した時に、はいはい、石井裕也さんは去年上海国際映画祭のアジア新人賞部門の審査員をやっていて、やっぱりなんか映画祭が顔が必要だなっていう話がっていうのはやっぱり森さんがお話したこだわりというところなので、たとえなんかちょっとそういう普遍性というかあれがなくても個性があればなんとか映画祭の、まあ、DNA とかになれるんじゃないかなと思うので、でやっぱりさっきもヤフィさんがおっしゃったように、カンヌとかベネチアとか、まあ、ベルリンも今それこそロカルノも上がってるので、それはなんかそこまで目指すかっていうよりはやっぱりもっとなんか東京ならではのものとか、ここでしか見れない作品とか、もしできたら皆さんも喜べることができますし、それこそやっぱり私も同じくアジア出身、特に東アジア出身なので、なんか中国もそうですし韓国もで、日本もそうなんです。もっと東アジアの文化も近いところも多いので、もっと東アジア的な個性のある映画祭がもっとあったら絶対面白いし、もう西洋のそういう主流の映画文化に対抗できるものができたら、さらに今後世界の映画マーケットも変わることができるはずです。それそもそもマーケットも中国今上がってるから北米に負けないぐらいの規模になっているので、今後いろいろ可能性もあると思いますし、まあ、上海は今年やり始めてやっぱり政府からのいろいろ制限があるので、すぐなんか変化っていうところまでは東京とかプーさんよりはるかにハードル高いと思うので、だからなんか東京とかももっとなんかそういう個性っていうか、森さんがおっしゃったようにこだわりのところがあれば、より多くの人が楽しめることができるんじゃないかなと思いますね。森さん、3つや4つの個性や顔があることを、うん、なんかポジティブにはできないですかね。4つの顔を持つ男みたいな。僕はなんとなくそれはすごくわかるので、うんうん、
僕自分の中での立ち位置は自民党内野党なんですよ。あ、素晴らしい。でも分かります。そういうある種のダブルスタンダードをやっていくって、なんかその体制内変革がすごく重要っていうイメージですよね。はい、そうなんですよね。あの今お話しにくいこともすごく率直にお話ししたのですごい嬉しいんですけど、ありがとうございます。でもそうです。だから矢田部さんがいるからここまでいけてるんだって思う。いやそれはそんなことはないんですけど、うん、でもやっぱりそのフランスにつなぐのもやっぱり人っていうのがやっぱり一人のすごく情熱のある、しかもあの非常にレベルの高い人っていうのがすごく必要だと思うんですよね。その人が一人いるだけで変わるので状況ってかなり、だからここまで持っていけてるっていうのはやっぱり矢田部さんがやられているからだと思うんですけど、でも言ったらあれじゃないですか、その関わられてるのって一番最初で2002年あたり、2002年あたりですね。だから言ったらその何だろう、東京国際映画祭って1985年に始まっていて、言ったらそのミニシアターブームと連動した形で始まってるとこがあるじゃないですか、そうですね。2002年だから言ったら終わった後からそうなんですよ。だから面白いの、いい時代はというかね、確かに、限りが出てきたあたりですよね、つまりその東京国際映画祭の始まりをあの、支えていた論理っていうのが崩れた後にさあどうするかっていう課題を背負ってやってらっしゃるのが矢田部さんっていうイメージなんですよ。まあだからあの当時始まった当初は、まあ、資金も潤沢でしたし、なかなかそこは厳しい時代に入ってきたということと、だから、まあ、ミニシアターが全盛期を過ぎたからこそそういうところでかかっていたアトケの作品をかける場としての映画祭の重要性というのがどんどん高まっていった時代だったのかもしれないですよね。そこからまた変遷があったという感じですか？ありましたね。で、だが僕が大きかったなと思ったのは、まあ、特別招待作品で結構そのメジャー系の日本映画を上映していて、で少し、まあ、そのインディペンデントよりの部門も当時あったんですけれども、すごく中途半端で、で特別招待作品とその部門の日本映画の違いがよく分からないみたいなことがあって、もうじゃあもうぐっとインディー寄せようよって言って始めたのが日本映画ある視点 で、でそこで深田浩二監督の艦隊が衝突したりして、でそこでちょっと節目が変わったな、潮目が変わったなっていうところがあったんで、ある視点では今のスプラッシュにつながるということなんで、そういうところは導入して面白かったなというふうに思いますけど、いや面白かったなという。何かでもそこ あ時代変わったなって思った時ってあります、そのやってらっしゃる中ですごく、あ変わったっていう、そうですね、いや本当に今の日本映画の視点を始めた時に、それまではインディペンデントや、若手の監督たちは東京国際映画祭っていうのはあんまり自分たちと縁のない映画祭だと思われていたのが、あ応募できるんだとか、上映してされる機会があるんだっていうことがなんか年々浸透して いっているなっていうのが、ちょっと実感として伝わってきたので、それはあ変わったなというふうには思いましたね。でもその僕確かその日本映画ある視点スプラッシュ部門っていうのはやっぱりすごく重要だと思っておりまして、だから例えば今泉力也監督だとか、まあ、渡辺裕美友人兄弟だとか、ちょっとその顔と言えるような、映画作家はいるじゃないですか、で今泉さんとかは評価されるには僕すごい時間かかったなと思って、そうですね、そうですね、でも東京国際が、もしかしたら矢田部さんが早い段階から推してらっしゃったのは、でも確実につながってるところはあると思いますし、交流もそこでできてるじゃないですか。そうですね、お互いのその、まあ、ヌーベルバーグ的なあれじゃないですけども、そこで知り合った映画作家たちが、まあ、互いをちょっと補助する形で、扶助する形でこう盛り上がってきてるっていうのも、まあ、ささやかながらあるっていうのは、そうですね、そこら辺は、いい場がその後につながっていってるといいなと思いますね。で、なんか未だに、だから今泉さんと渡辺、ブラザーズと今回
結構いい作品、重要な作品を仕上げてくださった吉野竜平監督もその一人ですよね。吉野竜平監督はでもあれ前のってあの受かり合格しましたっけ？してるから。赤星と、うん、スプリングハズカムですね、うんうん。その次のが入ってない。入ってないですね。その次のすごい良かった。良かったんですね。あれめっちゃ良かったね。あれ良かったです。あれでも確か時期的な問題だったか。ああ、ちょっとはい、失礼しました、ね。っていうのもある。はい、ありますね。でも今回のあの船橋敦史監督、はい、職場とかも、はい、あの船橋監督の中でもかなり、はい、あのこれは会心作じゃないかな。そうですね。ところもあったりして、興味深い作品がたくさんある、はい。なのでそこはちょっとスプラッシュのスピリッツは継承しながら、うん、刺激的な作品入ってきたかなと思いますね。あと私は、あ、すみません、うん、エドモンド・ヨー監督の新作もすごく楽しみにしてます、うんうん、嬉しいですね、はい、それも本当に、さっき森さんと話したような井上泉力也監督みたいな、もうとあの TIFF に育てられた監督でもありますし、そうですね、日本と縁関わるんですね、はい、安藤浩平さんの弟子でもありますね。そうですね、今回エドモンド・ヨーさんと、リム・カーワイさん、はい、あのカム・アンド・ゴー、はい、これもあの前のページです、はい、あじゃなくて、はい、その前ですね、はい、これかな、あこれ、大阪を舞台にしたアジアの人々の、はい、まあ、群像劇で、ちょっとそのマレーシアの2人の監督と日本の、映画との結びつきという意味ではとても重要な作品かなと。この辺はすごく面白いですよね、はい、言ったらそのスプラッシュ部門とアジアの未来がぐちゃってなってる、そう、ぐちゃってなってるっていう、うん、はい、ところがやっぱ一番面白いのかなっていうふうに思います、ね、私本当に特に感じたんですね、うん、さっき矢部さんもおっしゃった日本もそうですし、あとあのこの作品なんですが、ガの光いいですね、監督はシンガポールです、シンガポールの方、そうなの、日本映画、はい、日本芸術大学の、芸大大学院で卒生なんですけど、でももともとシンガポールで日本映画を撮っていて、でその日本とも前 TIFF でやってるんですけれども、今回は全編日本舞台の、そうなんです、これまたね美しい作品なんですよね。これはこういうのは面白いですよね、うん、完全こうクロスボーダーが今年は実現してます、うん、最近こういう作品もどんどん増えたような気がしますけど、うん、あのマイスキープシティのあのあれ、あ、コントラとか、コントラとかも、うん、インドの監督が日本映画、あああれね、はい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 、もう本当にすごかったなっていう印象が、うんうんうん、ますね、うん、コントラもな、はい、そう、まあ、いろいろ、はい、巡って巡ってっていう、はいはい、あれですよね、後ろ向きに歩く人、そうです、はいはいはい、そうです、はいはいはい、好きでしたけど、だからあれ、そう、それもまあ話さないなるんですけども、はい、面白いんだけども、こういろいろあれあるよな、あのセレクトって難しいなと思うんですけど、うん、だからこの今回でもあれですよね、僕もそのいわゆるドメスティックな日本映画の形をしてるんだけども、スプラッシュ部門に入ったやつで面白いなと思ったのは、あの佐々木今井、はい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 、はい、内山拓也監督、まあ、ピグドゥのザ・ホールとかの意味で捉えてる、はい、まだ、92年ぐらいだった。あ、そうですか。20代後半の監督だと思うんですけども、これって言ったら、はい、なんだろう、ちょっと前流行った童貞映画のバリエーションみたいな内容ではあるんですけども、うん、そうですね、それでもやっぱり何か新しいものがちょっとあるなっていう映画、はいはいはい、すごく面白い映画です、矢田さんも気に入ってらっしゃる。僕もこれ本当に気に入っていて、うん、僕は、うん、童貞映画とは呼ばずにモラトリアム映画と呼んでいたんですけど、まあまあ、まあ、同じような話はい、で、うん、やあのその人物の置き方が、主役が藤原季節さんなんですけれども、うん、まあ、物語の中では主役じゃないっていう、ちょっとこうずらした人物構成というのが面白くて、うん、でその過去を振り返った時に佐々木という奇想天外な破天荒な友達がいて、で彼は今どうしてるだろうかっていうのをちょっと大人になった、藤原季節さん演じる役者さんの役が、振り返っていくっていうね、なんかそういうこう構造自体が個性的だな、ユニークだなと思いましたし、でその佐々木というそのかつての親友のキャラクターがとてもうまく書き込めているということと、うん、その終盤に向けての盛り上げ方がの演出がとってもしっかりしていて、そうだな、スムーズでなんか胸に
こうストレートに突き刺さりましたね、うんうんうん、これは本当にあのモラトリアム映画というか童貞映画の延長線上としての新しい、傑作じゃないかなと、うん、だから僕割とだから何て言うんだろう このラインの映画っていうものをこれからどうやって支持していったらいいのかっていうのが自分の中にすごく課題としてあって、うんうんうん、まあ、好きなんですけど、はいはい、例えばあの山下信弘さんとかの作品がその日本での評価に比べて意外にそのもっと国際性を持ったらいいのになって思ってたし思ってるわけなんです、はいはいはい、で例えばその今泉さんとはまあちょっと違うんですけども、うん、今泉さんももっと、うん、あのまあ会話のナチュラルさっていうのがなかなかその字幕だと理解されにくいというのはあると思うんですけど、うんうんうん、もっと国際性を持っていい作家性のはずじゃないですか。そうですね。ただそこがこう一個何か、うん、あの回路があの結びついていないのは何だろう、うん、なぜなんだろうか、うん、まあそれは端的にその人的なものなのかもしれないですけども、うん、あの人が一人いればつながっちゃうのかもしれないんですけども、はいはい、あのそこはかなり考えるところなんですよね、うん、あのそういった時にあのこういう例えば今泉さんでいうと今泉さんの作品っていうのはずっと社会性がないみたいに言われてて実際なかったんですけども、うん、ただあのだんだん日常の問題っていうのが政治の問題と直結してるっていうことは、はい、が分かってきたじゃないですか、はいはいはい、で東京国際でもかかった退屈な日々を伝えるならとか、うん、まさにそういう映画だったわけで、はいはいはい、なんかあの回路がもうちょっと早くこう、うん、なんだろう 見抜けてたらというか、あの感ちょっと今泉さんの持ってる新しい社会性みたいなものがちゃんと伝わっていたらいい、うんうん、よかったのになってすごい歯がゆい歯がゆいですね、うん、歯がゆい、うん、なんかあの今でもちょっとその売れっ子にはなりましたけども、うん、ややその恋愛劇の名手っていうところで語られすぎな気がすごくしてやばい、ちょっと僕もその一翼になってしまってるかもしれない、うん、でもそうですよね、彼には彼の社会性というものが読み取れますもんね。ありますね、うん、実は、はい、しかも非常に新しい方、はいはい、実際ヨーロッパから今泉監督に対する評価っていうか矢田さんなんかいろいろ聞いたりとかしていらっしゃるんですか。はい、だからやっぱりウディネとか、はい、アジア映画祭や日本映画祭にはまあもちろん招聘されて上映されるんですけれども、はい、いわゆる国際映画祭にまだこう食い込みきれてないっていうところが歯がゆいですよね、確かにね、うん、でもちろんそのね社会性を帯びていない作品でないと国際映画祭に入れないっていうことも全くなくて、うん、あの恋愛映画でもね、うん、その映画祭で上映される作品はあるわけで、まあ、どこにその突破口があるのかっていうのはちょっとなかなか難しいですね。難しいですね、うんうん、ただまあ一つその見え方っていうのがあって、例えばこれまああの今泉さんだと割と、まあ、現役の監督でいうと、まあ、例えばフォン・サンスだとかと比べられたりすることは多いと思うんですけども、はい、でもむしろその同世代同い年の81年生まれってことを考えると、例えばフランスのミア・ハンセン・ラブとかっていうのは意外に近いと思う、うんうん、なるほど、 あの別に大、はい、でかい社会問題を扱ってるわけじゃないんですけども、うんうんうん、どっか反映してますもんね、うん、その現代というの、うん、いや今泉さんとミア・ハンセン・ラブを比較したことがないのでとっても刺激的ですがミア・ハンセン・ラブのが作れる制作費を今泉さんに渡したい。本当ですよ、まあ、やっぱりそこは余らしちゃうかもしれない、うん、だから僕もその佐々木今舞をまあ確かに面白いなと思うし、まあ、内山監督もぜひ来ていただきたいなと思ってるところなんですけども、この映画をあの日本映画的な文脈の中だと割とポッと置けるんですけども、はいはいはい、世界映画の中に佐々木今舞をどう置くかっていうのは、そうですね、自分の中ですごい今考えてるところなんですよ、だから攻め始めはもしかしたら東南アジア、例えばその、うん、あの頃君を追いかけた的な、うん、タイや台湾的なところの文脈なのかもしれない、ね、に置きながら、うん、だからアジアベースにしながらそこからより広い世界へっていうようなルートというかね、うん、広がり方というのも意識してもいいのかなとは思いますけど、うんうん、例えばそのグレタ・ガーウィグなん
ですけども、うんうんうん、あの別に自分の話を描いてるだけっていうような言い方可能じゃないですか、うんうん、そうですね。レディーバードなんかは、はい、それこそ山下さんとか棚田由紀さんが描いていたものと、うん、一見変わらない気もするんですけども、うん、ただそのやっぱり時代性の中ということで、うん、あのシスターフッドの在り方とかっていうのが、うん、あのすごくこう同時代的なものとして、あれ舞台としてはその2000年代初頭なんですけども、うん、はいはいはい、2000、あのまあ20年じゃないけど18年19年20年の物語としては上がってくるっていうようなところがある、うんうんうん、これってやっぱりそのなんだろう、作品そのものもそうなんですけども、うん、語られ方見え方っていうところにすごく大きいものがあるかなと思ってて、それで言うと日本映画が語られる際にそういったその国際的な文脈や補助線っていうのが全然引かれてないなって思いますね、うん、いやこれはやっぱりそうですね、森さんと話すとそういう補助線がバシバシ引かれていくところにこの腑に落ちる感がありますね。グレタ・ガーウィクは次回を込めて、いやいやいや、はい、ミアハンセン・ラブとグレタ・ガーウィクを日本の同世代の監督たちの作品を語るときにその補助線を引いていくっていうのは刺激的な作業です、ね、でもこれは本当にやっていった方がよくて、うん、やっぱりその日本映画を語るときに、例えばまあ僕より八戸さんとまあ割と近い、世代が近いと思うんですけど、5歳ぐらい違いなので近いと思うんですけど、ちょっと上になるとやっぱりこれ相馬井真嗣の系譜じゃないですか。そうなりますね。これってだから難しいんですよね、あのすごく分かりますけど、そこで褒めるのって今かなり難しいし、なんか僕はかなり抵抗があるんですよ、はいはい、あのもちろんその相馬井真嗣の、あの演出に影響を受けるってものすごいその日本映画の若手が持つあのアドバンテージだと思うんですけども、ただその、それがどう生かされるかっていうもう一個転がさないと、だから僕、そこで同じ悩みに入るんですけど、うん、じゃあなんで相馬井真嗣は海外で日本ほどの評価を未だに得られていないのかっていう、うん、同じところに行き着きますよね。行きますよね。でそれはあの僕一つあのちょっとまあ人がおっしゃった意見をここで言ってるんですけど、あの黒沢清監督にあのだいぶいつだったか岸辺の旅人の時かな、うんうん、インタビューさせてもらった時に、あのこれまあ記事になってるからいいと思うんですけども、あの相馬井さんはあの東海壁があったから喋らなかったと、うんうんうん、あの例えばその映画祭に行っても、うんうん、だから黒沢さんはだから喋りますと、はいはいはい、喋らないと分かってもらえないんでっていうふうにおっしゃってて、なるほど、ね、で思えば深田さんって完全そうだもんな、めっちゃ喋りますよね止まないですね、そう、はい、でだから言ったら説得してるんですよね、はい、自分の映画が、はい、あの世界映画の中で突出した位置にあるっていうことを実際あると思うんですけども、うんうん、これだけのことをやってるあの81年、80年生まれの作家っていないんで、うん、僕はね、うんうんうん、世界的に見ても、うん、実はすごいことやってるってことを自分で言わないとっていう、はいはい、だからそこは本当になんか日本人的な美徳が裏目に出ていて、で、まあもうアーティストは黙って作品で勝負みたいなところが実はそうじゃないんだと。で僕はさっき共同制作について話もしたんですけれども、あの東南アジアの監督たちは、まあ、英語を駆使して、うん、その海外のプロデューサーなどとつながりながら、うん、こう、自分の作品の可能性を広げていっていると、うん、で日本の監督たちの最大 あのハンディキャップっていうのは英語がほとんどの人ができないと、うん、で僕は最初はもう監督はもうアーティストで作る人なんだから、もう英語はプロデューサーなり、うん、あのパートナーにやってもらえばいいんだというふうには言ってたんですけども、やっぱり英語はできた方がいい。で、あの、まあ、深田浩二監督は例外で、まあ、だけ自分でわーっと日本語で喋れるから発信力あるからいいんですけれども、やっぱり、まあ、あの監督も英語ができるに本当に越したことはないということをですね、ちょっと話ずれちゃいましたけど、あの思いましたね。ただもう一つ言うと、まあ、僕も英語苦手だから言うんですけども、あの言ったらそのポン・ジュノとかでもスピーチは韓国語であったりするんですね、はい、で、あの、これはその、まあ、周りすごく語学堪能な方が多いので、うん、いろいろ聞いたりはするので、うん、まあ、助産で堪能ですけども、はいはいはい、やっぱりあの助産が日本語でこれだけ喋れるのってすごいことすごいことですすごいことですで、八戸さん、はい、あれパリ生まれでしょ、まあ、それはまあちょっとなんか、はい、反則なんですけど、やっぱりあの例えば読めても話す、うん、あの聞く話すってことで言うと、やっぱり
あのね、本当のそのガチなレベルの外国語って習得するの本当難しいんだと思う。いや、それは難しいです。となると、あの例えば深田さんとかも、うん、もう日本語で全力で語って、うんうんうん、翻訳の方ですごく優秀な方むしろ多いので、うんうん、やっぱりそこの連携ガチッとして、まあそうですよね、うん、とにかく本気で喋って、それを訳してくれっていうのでも僕全然いいと思うんですね。まあそうですね、むしろそこで臆して、うん、あの下手な英語で大したこと喋らないって言ったら、これはもう本末転倒。いや、まあそれはね、そうですよね。そこはすごく思います。ただやっぱり主張するってことは、そうだから石井雄也監督の「あの生きちゃった」ってまさにそういうテーマの作品で、あの言えと、多分石井さんも言っていくっていう方に舵を、うん、あの切るんじゃないかなって、うん、あの作品見て見つつ思いましたけど、はいはいはい、例えばその石井雄也っていうその、キーパーソンは、すごくそのアジア映画的な文脈で言った時に、さっきのね、上海国際映画祭と、はい、あれ香港国際映画祭とか、はい、あのバック・トゥ・ベーシックっていうの、ああいうとこでツアーミンナーと一緒にこう並んだりするっていう、うん、あの、人ではあるじゃないですか。だからそういう文脈もまだ残されてるのになっていうふうに思うんですよね。そのいわゆるそのヨーロッパ市場主義的なあのヨーロッパ的な価値体系だけじゃなくて、そのアジア的なあの価値体系として石井雄也っていう名前が上がってくるっていうところがすごくあると思うので、なんかまだ全然掘ってないとこ多いんじゃないかと。そうですね。次は韓国の作品撮る。あ、そうでしょ。そうです、ね、あのアジアの好きな天使ってやつね。もう撮ってた。多分深田監督もなんか韓国での企画が、ね、あるみたいですよね。うん、そういうのがうねりになるといいですね。だ、うん、からそれはなんか多分、まあ、あの起こってくる時に並走できる一番大きいなんかこのなんだろうパッケージメディアとして東京国際映画祭のこのアジアの未来と日本映画スプラッシュ部門のぐちゃってなんか東京プレミア2020は僕すごいいいんじゃないかな。ありがとうございます。ぐるっと回って。ありがとうございます。うん、むしろ僕はこの今回ぐちゃっとなってるのがすごい好きですね。あ、続けてほしいなと思って。おっと。うん。はい。そうやってまだ分からないですもん、ね。いや、分からないですね。今年やってみて、いや僕も意外に面白いなとは思ってるんですよね。まあコンペはコンペで。欲しいなって気持ちももちろんありますし、で出品者の側って、まあこれは内外問わず、やっぱりコンペに出したいって人が多いんですよね。はい、コンペないんですかとか、でよく例えばコンペじゃないんですけど、じゃあワールドフォーカスでの出品お願いします。いやコンペじゃないんだったらいいんです。コンペだったら出しますよっていう作品やっぱり多いんですよね。で、まあそういう価値観がまあ一応共有されている中で、コンペをなくしてしまうっていうことが。だ今年はなんとなく、まあ、今年はしょうがないよねっていうことで皆さんこの東京プレミアでしょうがないけれどもっていうことに納得してもらえてるので、そういうものも含めて来年どういうふうな環境というか空気というかねなっていくかなというところはちょっと見極めていかなきゃなと思いますけど、1年早いんでね、あっという間に来年だってね、4月5月には決めてなきゃいけないんで、つまり終わったら次もう来年、終わったらもうすぐに考えなきゃいけないっていう、でもそれこそ東京プレミアっていうそのフォーマットをそのままコンペに上げてしまうっていう言い方も、あのやり方もあります、まあありますね、そうですね。そこでちょっとまたいろいろお聞きしたいんですけども、はい、あの今回あのさっき、まあ、ライバルって言い方したら変なんですけど、東京フィルム X との連携が大きなポイントとしてありますよね。そうですね。市川さんの名前もさっきから城さんの口から出てらっしゃいます、はいはい、これはどういった意図があったんでしょうか。まあ、これは基本的にはこういう危機的な年なので、まあ、映画祭、映画業界、映画祭業界ちょっと一丸になって一緒にやりましょうよっていうような、ちょっとまあ僕の理解は少しそういう先進論というか、まあちょっと一丸となって一緒にやりましょうということで、これもいろんな議論はあったんですけれども、フィルメックスが手を携えるということがまあ一つのメッセージになればいいなというような思いがあったということですかね。すごいなんか挟まってるこれ。はい、言われたんですけど大丈夫ですか。まあそうですね。難しい問題なんですか、これなかなか。
と思いますね、いやだから、さっき言ったその映画祭の個性問題で言いますと、あのフィルム X っていうのがあの一つのやっぱりライバルとか、あのそこフィルム X との距離感っていうのは、多分一個上がってますよね、テーマとして。まあそうですよね、だからあのまあなんか、東京国際映画祭のワールドフォーカス部門が充実していた年あたりに、もうこれがあるんだったらフィルム X なくてもいいんじゃないっていうようなあのことを、記事にしているプロの新聞記者の人もいて、随分すごいこと書くなと思ったことがあって、まあ、市山さん怒ってましたけど、あのまあ、そんなようなことも言われている一方で、やっぱり別々の個性があるから、それは残って別々にあった方がいいとか、いろんな議論がある中で、まあじゃあ今年一回一緒にやってみようかっていうようなトライアルっていうことなんでしょうね。だからこれがまあ来年続くかどうかっていうのは分からないですが、僕個人としてはいろいろあのコメントがなくはないんですがまあこのぐらいにしとこうかなっていう感じでしょう。ていうかね、個人的なことを言うと、いけないんですよ、フィルム X に今年僕が、ああ単純に、単純にあの一緒にやっちゃうからで、ああフィルム X の作品見たいのに今年いけないんだって思っちゃうと、これ同じ思いをしてるお客さんがいるなと思うと、確かにあのね、ちょっとそこはやっぱり複雑な思いはなくはないんで、スケジュールかぶったりとかは、はい、はい、というあたりが、まあ、検証の余地は今後出てくるかなとはちょっと思いますね。これはだから、まあ、あの部外者の勝手な意見としてお聞きいただければ幸いなんですけども、やっぱりそのなんかフィルム X 東京国際映画祭っていうのがあった時に、さっき僕がその東京国際映画祭のパーソナリティというのが多分3つか4つっていう感じに複数化してるって言ったのは、あの多分そのフィルム X っていうのは1つなんですよね、顔っていうのは、イメージとしてはブランド力っていうのは。そうですね、だからその一つっていうそのフィルム X 的なるものとの距離を測っていく中で、あの3つか4つになったっていう言い方もどっかあるんじゃないかと、うんうん、そうですね、うん、それは確実にあるでしょうね、うんうん、つまりフィルム X 的な、部門はあるわけですもんね、うんうん、東京国際映画祭の要素といいますか、はいはい、ただそれだけだとそういうことを同質化ってことになるので、うんうん、言ったらさっき の, そのアジア映画的な文脈だったり、そのまあ三大映画祭アカデミーとかを頂点とする、うんうん、あのセカンドラインサードラインっていう発想だったりも、そのフィルム X っていうそのロールモデルを出してくると、うんうん、ちょっとまたややこしくなって、うん、かなりややこしくなりますね。あっちは割とできてんじゃねえかっていう言い方ができるので、そうですね、そうなった時に、じゃあ東京国際映画祭はじゃあどういう立ち位置ポジショニングを決めていくかっていうのは多分一つ切実なテーマとして上がってくると思いますね、でそう思った時に僕だからさっき言ったその佐々木マインっていう、まあすごくそのドメスティックな日本映画っていうものを、どうやってその扱うかっていうところは個人的にはすごく興味があって、その流れで言いますと今回そのオープニングにあの武さんと、はい、あの足立さんのコンビのアンダードッグを持って、はい、来られたのは面白いなと思って、あの僕前半だけ実は一緒に試写会してあ、そうなんですね、めちゃくちゃ良かったんですよ、めちゃくちゃ良かったですね、最高でした、早く後編を見たくてしょうがないですから、後編まだですか、あのちょっと時間がなくて、ちょっと両方見たんです、素晴らしかったと思いますね、前半、前編だけでも心震えましたね、これ言ったら、本当なんだろう、ステント、まあ、東映ビデオの作品だし、セントラルアーツ的なすごいセントラルアーツ的な作品じゃないですか、はいはいはい、なんか石崎ひゅーいさんの主題歌とかも、なんか当時の、なんだろうな、あの石橋亮さんが歌ってる、ARB とか、あるいは松田優作さんの歌みたいに聞こえるような泥臭さがあって、そういう意味では日本映画の文脈で語れるバリバリ作品でもあるんだけども、それでも言ったらそのまあ竹谷正彦監督の文脈で言うと、これはレイジングブルーを多分やりたかったっていうのは非常にあると思います、うん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 、そうですね、うんうん、なんかそのスコセッシっていう文脈を弾ける、はいはい、でアジア映画の匂いっていうのも非常にあるから、はいはいはい、これをどう扱うかって結構大きいのかなと思った時に、あオープニングっていうのは、なかなかこれはあの深田浩二監督っていう、まあ、一つ の,、あのシンボリックな人物立てたのと同じぐらい、このアンダードッグ佐々木まんまいて、ちょっと僕の中で面白い問題として上がってるんですよ、ね、まあ、アンダードッグはあの東映ビデオさんからちょっとお話をご相談いただいたときに、これあの時決まってたのかな、コンペがあるかないかってまだちょっと決まってなかったかもしれないんですけれど、僕はこれ例年であればコンペでお願いしたい作品だなと考えた、タキさんでは銃がありましたもんね、はい、銃がありましたね、あの100の恋も
あ、そうですね。100円の声もあります。で、これ今年は間違いなくコンペやったらこれやりたいなと思って、まあこういう形になりつつ、東京プレミアでご招待して、で、やっぱりオープニングこれだろうみたいな話はずっとあったんですけれども、うん、長いよと4時間以上やったらセレモニーの日のスケジュールがめちゃめちゃなことになっちゃうというところで水面下では相当悩んだんですけれども、やっぱり今年今森さんがおっしゃられたような重要性も含めてこれだろうと、これを超えるまあ扉となってくれるような作品でこれを超えるものはないなということですよね。で、まあじゃあそれを超えてちょっとどういう文脈で、語っていくのかっていうのは、佐々木マインマインもそうですけれども、多分まあ日本映画、全般的に言えると思いますね。ですよね。で、その尺の長さっていうことなんですけど、実際見たら。前編だけでも長いんですけど、まったあっという間でしたね。まあっという間ですね。あっという間ですね。本当に尺は感じない、吸引力がある傑作なんですけども、ただその単純に何だろう、こういうイレギュラーな時だから、入れ込みやすかったんじゃないかな。まあ、それは最終的にはありましたね。まあ終映11時いいんじゃないみたいな。そうですよね。今回だから。今回だから。それも含めてすごくいいなと思いました。やっぱりその何だろう、長いものを見るっていうのも、やっぱりその映画祭だから飛び込めるっていうところはあるのかなっていうふうに思いますし、なかなかやっぱりその興行的にこの長いっていうのはネックになると思うんですよね。普通で考えると、そこをこの突破するための映画祭っていうのも、これは面白いなと思いましたし、ありがとうございます。はい、すごくいいなと思います。そっか、でもそのフィルム X とのあれ面白いもう一歩あれですよね、アジア交流ラウンジっていう。ああ、そうですね。その流れで言いますと、国際交流基金との、まあ、共催といいますか、それこそキム・ボラ監督と島下大さんが、ジャジャンク・クロスアップ。やっぱり安藤チェアマン就任してからいろいろやっぱりアジアとの交流がやりたいっていう。そうですね。国際交流基金の理事長でいらしたということで、そこの、まあ、縁をチェアマンが駆使してくださって、で、是枝さんに一肌脱いでもらう形で、是枝さんのこうキャスティングのご意見などもいただきながらの、なかなかすごいトークが実現しそうだなと。意外にジャジャンクと黒沢さん何話すのか全然予想できない話合うのかみたいなというぐらいですもん、ね、そうですよね、そうですよね。それはモデレーター誰がやるんだっけな、書いてないですよね。書いてないですね。面白いですよね、すごいストリーミングですよね、だからまあそこは日比谷にスタジオを作って、でそこで、まあ、リアルで迎えたり向こうとつなげたりもするという感じですね。だからね、アクチャポンと富田さんも面白いなと思いますし、すね、これやってるのか、こっちか、これ面白いですね。ね、こっちで、はい、なぜかといったらとても失礼なんですけど、チャイミンリャンが片桐ハイリさんこれね、サイミンリアンさんがのご指名で、あ、そうなんですか。そうみたいなんですよ。で、これはいいなと。いいですね。だからちょっとコーナー含めて面白い。これもなかなかやっぱりオンラインだからいろいろ、そうですね、できるっていう感じもあるんじゃないかなと思う、なかなか全員呼べるっていう、ただね、これもともと呼ぶつもりだったんですよ。全員呼ぶつもりだったんですよ。で、ただ、オンラインという方針に切り替えたということで、オンラインでなくても今年コロナでなかったら全員お呼びしてたはずです、はい、でこれは一応事前申し込みがあるんですけれども、どなたでも申し込めるということで、もちろん無料で、でウェビナー使うので Q&A 機能で質問もできちゃうというような仕組みですね。なるほどな。でこれのオンライントークは何種類かあるんで、今年の新たな取り組み
でもあれですよね、この本当でも東京国際映画祭ってこうカタログを見ていくと実はあのすごくいろんな映画をフォローされてるんですよね、うん、あの実は実は実はそうなんですよね。アニメーションもクラシックアニメーション、アニメーションはアニメ結構毎回いいですよね。そうなんですよね、東京しかできない。だからいろんな人格がありすぎて全部、うん、全部こう届けきれてないからもったいないことになっている気もするんですよ、さっきの3つ4つ、ね、そうかそうか、その確かに、ね、そうです、そうかもしれない、なんかそのなんだろう、こっちの人格とこっちの人格、交流してるかみたいな、そうなんですよね。だから今年のアニメーションでなんでピカチュウ取り上げたかっていうのを、うん、この前藤津亮太さんに語ってもらったんですけど、はい、もうめちゃめちゃ面白いんですよ、そのピカチュウ選ばれた理由と、で、ピカチュウと今年のベルリン映画祭のグランプリ取った、マハマド・ラスノフというイラン監督のイランの死刑制度を扱っためちゃめちゃヘビーな作品があるんですけど、でめちゃめちゃヘビーなイラン映画とピカチュウと並んでいることをこうどううまくアピールするかっていうのが、なんで僕ちょっとデパートと呼んだんですけれども、だからその人格の多さを、だから多重人格になっちゃってるんですよ、それをね。いやでもこれ結構本当に重要な問題で、はいはい、それもね、本当何か補助線があれば見え方が変わるんですよね。そうですね。つまり同じぐらいそのなんだろう、世界の、まあ、文化にとって重要なんだってことが言えて、どっかでリンクしてると言えれば、急に説得力が変わるんですけど、はいはいはい、それがないと、適当に置いてんじゃないかって、そう、バラバラにしか見えなくなっちゃってるっていうね、やれるもんやってるだけじゃないかって感じになると、これはまずいじゃないですか、そうですね、そこですよね、そこですよね、だからやっぱりその何だろう、ある種その世界観で統一させていくやり方っていうのが一つあるとして、もう一つはその何だろう、デパートっていう方をおっしゃったように、まあなかなかデパートの経営自体も今苦しいそうですよね、百貨店運動が叫ばれてる昨今でありますけども、なんかやっぱりそのでも難しいな、だから映画祭っていうのはでもやっぱり僕はどっか一つの世界観で入っていくっていうイメージがあるんですよね、だからそこはやっぱりなんとかそのいろいろ多岐に広がったものの体系、価値体系っていうのをどうするのかっていうのはめちゃめちゃ実は重要なんじゃないかと、ね、ブランディングっていう意味でも、そうですね、でそこをどこまで最初の設計図をに沿って作品選定ができるかっていうかがポイントで、結局選んでみないとわからないっていうところもあるんで、あ、今年こういう作品が選べた、だからこういうことなんだっていう後付けで出てくるところもあると思うんですよね。よくわかります。だから前もって決められるビジョンと後付けでこう説明できる世界観と、そこをどう整合性を持たせるかっていうところは映画祭の難しいところだし、やんなきゃいけないところでしょうね、ただその一つ思うのは、その設計の段階っていう意味では、やっぱり僕の勝手な意見で言うと、やっぱりガチガチに固めた方がよくて、でその結果っていうのは、それはもうやってみた後で、フィードバックされるものであって、それは想定外のものを楽しむっていう形なんですけども、やっぱりその土台がまずガチッとしてないとっていうところがあるじゃないですか、その上になんかこんなもんまで乗っかってきたのかっていうところが面白いんであってっていうところがあって、例えばその土台がこう何個かあったら、まあ乗っかってくるわなみたいな感じでもなる、だから逆にそのハプニングっていうのが、ハプニングサプライズっていうのが起きにくくなるっていうふうにも思うんですよ、受け皿がちょっと分散しちゃってると、その意味ではある一つの世界観にハプニング、サプライズが起こるっていう構造の方が実は健康的で、まあね、では、そうですね、
ただその単純になんだろうな、このいろいろ見れるっていう部分はお祭り感としてはいいと思うので、ここをもっと本当伝えられたらすごくいいですね。だって山中貞夫の3本のデジタルリマスターだけでももうね大事件なので、はい、これあの大きいですよね。大きいですね。だからやっぱり欧米の、まあ、三大映画祭とかも、うん、あの 4K クラシック部門が非常にいろいろ記事とかになっているんです、東京は私は割と 毎年見に行ってるんですけど、うん、なんか記事とかニュースにはなってないなっていう気もしますけど、これは大きいよな。これは大きいですね。しかもスパイの妻でね、お茶を総称がそうかかるというかかってましたね。流れがかかってましたね。今これ見れますよっていう 4K で。黒澤さんトークできたら最高ですね。いやだからそれこそあれでしょ、あの小林信彦監督の梅の映画館でもあの山中貞夫監督っていうのはキーパーソンについて、はい、そうですね、あの研究されるわけで、はいはいはい、実はそういう布石っていうのは、うん、まあいくらでもあったりするんですけどね、そこがこうなかなか積み上がっていけばいいなっていうのはすごく思いますね。面白いよな。でもこの広さっていうのはどっかすごく日本的でもあるのでやっぱりある種の強みとして生かせればすごく面白いなと思いますけどね、だからまあね、さっきの森さんのおっしゃる土台っていうのをどこにどう定めるかっていうのが、まあ今年のこのちょっとぐちゃっとしたものをやった中でちょっと生み出していくのかな。でもなんだろう、そんな逆に言うと難しいことを言ってるわけでもなくて、単純に何だろう、その説得の問題といいますか、やっぱり価値体系ってことだと思うんですよね。あのいろいろやってますけど、これはこういうことですっていうそう、はい、何でも聞いてください、これはこういうことです。バチッとこの、ね、あの理由がついていれば、多分あのまとまって見えるっていう、まあそうですね、その意味で言うと、僕は今回のあのぐちゃっとすることでむしろ何かあの可能性の方が強いっていうふうにこうペラペラ見ながら思いますよね。何か始まりそうな気がします。あれなんですか、元銀行は、まあ、そういう時期も、ありましたですね、そういうことをお聞きしたい方なんですけど、なぜこの東京国際映画祭にここまで深く関わる流れになったんですか。まあ、ちょっと会社員時代に海外に赴任することがあって、まあ、留学と赴任だったんですけど、映画をこうずっと好きで、まあ、小さい頃から映画は大好きだったんですけど、なかなか仕事にするというイメージを持ったことがなくて、で海外に住んだ時に普通に映画館に見に行って、なんか普通に面白いのに、あ、これ日本でやんないんだっていうのをこう目の当たりにして、ああそうか、確かに日本でやる、世界で作られている作品が全部日本で公開されているとは思ってはいなかったものの、こんだけやってないとなると、じゃあ自分の面白いと思った映画を日本に紹介する機会が、仕事があったら、ああそれこそが自分がやりたい仕事であるなと20代終わりの時に気づいてしまいまして。20代終わりやや遅い青春の、いや、だから僕もモラトリアム期が長かったんですよ。なるほど、さっきの話だった、さっき今前。童貞期が長かったんですよ。で、そこで、あの、まあだから2つ配給するっていうことと、まあ同時に、あの、映画祭という場が大好きだったんで、映画祭の方が幅広くいろいろ作品が紹介できるなっていうこともあったので、徐々に映画祭の、まあ、そこで会社を辞めて自分で配給とかをちょっとしたんですけれども、まあ、だんだん映画祭を手伝うようになって、映画祭の仕事の方が徐々にメインになっていったっていう、まあ簡単に言うとそういう流れだったんです。すごいですよね。それで映画祭の顔にまで並んでるというのはなってないんですけど、だからざっくりお聞きしたい部分もあるんですけども、田辺さん今年受けて、まあ、映画業界自体激変の年になっているわけじゃないですか、はい、どういうふうに今現状率直にご覧になってますか。いやー、これはだからあの、厳しい方から言うと、やはり、ミニシアター系があのまだまだ厳しいなと、で、「鬼滅の刃」のヒット
はとても喜ばしいんですけれども、シニア層が、うん、劇場に戻っていない、あのアート系の映画館の劇場に戻ってないと聞いてますので、そこはちょっとその、うん、アート系作品の、こう配給、輸入配給に支障をきたしてしまう傾向がまだあのそこへの危惧というのは僕はとても強いですね。で、まあ、シネコン 100% 鬼滅の刃効果というのが映画業界全体の活気づきに結びついて、老若にゃんにょおじいさんおばあさんも一緒にお孫さんと鬼滅の刃見に行って、彼らが映画館もう大丈夫だじゃあちょっとあの近隣のミニシアターにも行こうというところにまで行けばいいなと思いますけれども、ちょっと、それがどこまで期待できるかで、まああとはもちろんその配信での映画を見る行為というものとの共存ということについては、僕はちょっと希望を持ってる方なんですけれども、はい、なんていうかな、だからちょっとミニシアターの危機を、心配する気持ちがありつつ、まあそんな感じですかね。ちょっと、まあ、なかなか今ね、はっきりと言える人もいないと思うんですけど、でも本当にあの、うん、2年前にヤキトさんを取材した時もネットフリックスの話をしてて、うん、はい、ネットフリックスについていかがですかとか、うん、ちょうどその時はあのカンヌとネットフリックスいろいろあった時期で、ヤキトさんやっぱりネットフリックスがあったから、昔はあの映画いろいろ見れない国でもたくさんの方が、うん、まあ、そういう映画見るっていういいところがあって、でも今年やっぱりもう一つ大きな変化っていうのはディズニープラスが対策をそのまま、うん、あの配信で始まるっていう行為っていうか、うん、あれはね、そこはやっぱりなんか革命的っていうか、うん、今後どうなっていくかも、まあ、そうですね、まあ、課題っていうか、うん、分からないんですけど、うん、1本目ムーランやって次もやる、ピクサーのアニメまでやるというのは、うん、ディズニープラスの話だとみんな口がもう、うん、なるぐらいこれ大きい転換ですよね。そうですね、いや、もうだからそこ結局まだあの LA とニューヨークの映画が空いてないじゃないですか。そうですね、これがめちゃくちゃ大きくて、はいはい、ミニシアターはもちろんですが、まずハリウッドっていうところがまさかの、うんうん、あの機能不全に陥ったっていう部分はめちゃめちゃでかいです、ね、それはそうですね、うん、あそこの2都市が開かない限りハリウッド対策は公開されないでしょうからね、うんうん、なんかそのなんだろう、例えば今回僕はあのたまたまちょっとあのノマドランドを、あ、そうですね、見てるんですけど、あの今回のあれですよ、ベネチアで、グランプリ撮ってる、はい、フロントでも撮ってる、そうですね、うん、あのまあ、アメリカ映画フランシス・マクドーマンドで、まあ、非常に現代的な、うん、まあ、原作もね、あとはリーマンショック以降のアメリカの、はい、そうですね、まあ、かなり終わってる姿を映、うん、し出すという、もうかなりヒリヒリした映画でしたけども、うん、これもでも、日本では最速でやるっていう形になってますね、はいはい、うん、だからこれはあのベネチアの、まあ、というかね、今のアメリカの話題作を、うん、これは、まあ、一応ディズニーさん、一応というかディズニーさん、ディズニー、まあ、あのサーチライト系の、はい、系で、これ僕ね、だからこれもディズニーかと、はい、そうこの映画ディズニーなんだって、去年からね、ジョジョラビットがディズニーからディズニーなんですよね、はい、そう、すごいよなって思ってるんですけど、だってこの監督自作がマーベルですよね、はい、そうです、だからちょっといろんな意味で、まあ、興味深いんですけれども、うん、まあ、ノマドランドっていうタイトルからなんかね、大活劇を想像されるとそれは全く違いました、違いましたね言わなきゃいけないんですけれども、ああ全然違うんですね、だからまあこういうタイトル、はっきり言ってアート系の作品が、うん、ちゃんとベネチアで賞を取って、アメリカでもね、公開の話はちょっと僕情報をフォローできてないんですけども、いやちょっとだからなかなかあの今難しい感じです、ね、難しいんですかね、うん、だからとなるとアカデミーにどう絡めるのかっていうのは、限定公開でもねされれば資格は得るはずですよね、うん、まあこれからアカデミーにも
話題には上がっていくと思うんですけれども、アカデミーはだからそれこそ、まあ、配信っていうところも OK に、あ、そうか、OK になったんだ、はい、してますから、そう、あ、そっか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 、だから余計行きやすくなった、行きやすくなった、そうですね、そうですね、そうです、もう監督もまたアジア系なので、そうですね、うん、だからそのノマドランドをこれこそ、その言ったらコロナ前に作られたアメリカ映画のかなり終着点っぽい感じかなと思うんですよね、あの来年じゃあどうなるんだろうっていうのがすごく分かりにくいところであるんですけども、そうですね、これでもあの東京国際映画祭で見れるっていうのは単純にすごくいいなと思うんですけど、皆さんノマドランド見た方が、はい、見た方が、ぜひ見た方が思いますよね、そうですね、うん、貴重な機会ですよね、貴重な機会ですね、うん、だから劇場公開という形はまあ多分するとは思うんですが、時期もどういう形になるのかってまだ確定はなかなか難しいと思うので、はい、そのディズニーということもあって、うんうん、どうなるのか分からない、まあ、この機会に見ておくのという意味ではすごく重要な作品だと思いますけど、ね、はい、うん、今後ね、ジョさん どう見てる映画祭、映画業界ざっくり言うとどうですかね、やっぱり映画祭でさっきもちょっとあの収録前に朝日さんお話したんですけど、改めて映画祭はやっぱりフィジカルで開催しないといかなかなかそういう、ま、お祭り感っていうかそういう感じっていうか、あの体験する場でもあるんじゃないですか、うん、なんかさ、それこそ前にやらせてもらったスキップはオンラインでやったでしょ、そうですね、その時でやっぱりその、はい、いい部分と問題点がもろに浮上してきたと思うんですけども、ね、はい、やっぱりフィジカルの方がっていうと部分はかなりある、そうですね、あの、うん、フィジカルの部分もかなりいいし、でも今回いろいろ他の映画祭もオンラインでやっていろいろオンラインでの楽しみとか方もたくさんあったので、うんうん、こういう、まあ、オンライン映画祭っていう、まあ、新しいところの可能性を保しつつで、フィジカルも一緒になんか新しいルールができたら、うん、一番理想的な形ではないかなと思うんですけど、さっき矢田さんおっしゃったように、まあ、東京プレミアムもそうなんですが、コンペがなかったら応募しない、うん、オンラインだったら応募しないっていう考え方を持っている方も非常に多いので、まだありますね、そこは多分まあ結構まだ時間っていうか、かかると思いますので、なるほどな、だからなかなか答えの出ない、まだ始まってもいない、そうですね、そうですね、ことですけども、でも何か終わった時に、あの今始まる前ですけど、11月9日、10日あたりに、なんかこう爽やかな気持ちに光明が見れてるといいですよね、そうですね、おそらく無事に終わっていればそれだけで爽やかになってると思います。大丈夫ですね、無事に返す行きますんで、それは大丈夫だと思います、はい、あと何かちょっとフォローしていきたいことがあれば、そうですね、いや結構触れることができましたね、まあここの作品についてはね、ホームページなり、あの矢田部さんチャンネルでも、あのTubeスタジオなり、はい、あと僕のあのちょっとヘナチョコブログとかもありますんで、そこでも書いております。クロージングについてはいかがですか、北斎。北斎、そうですね。あの柳楽優弥さんと田中敏さん、はい、はい。ちょうど2つの世代というか時代を、並べて書くということで。とても真っ当で、あの、なんていうんですかね、しっかりした作りの作品だなというふうに思ってますし、北斎、は本当に割とここもタイトルもアルファベットだから、世界的に今はそうですよね、数年前から完全に流行ってるというか、あ、はい、一つちょっとまたいろんな人格の話なんですけど18ページ、ガイド18ページにユース部門というのがありまして、はい、うん、でここが結構その、小学生向けの、あの活弁、うんうん、やはりここの番組名が活弁シネマなので、活弁企画もありますよという山崎バニラさんで、はい、でキートンとあの日本の、サイレント映画とやるということと、ここであの高校生向けのティフティーンズっていうのがありまして、まあ、高校生以上なんですけれども、これ実はちょっとワールドフォーカスに入っていてもおかしくないようなクオリティームービーが、まあ、はっきり言ってあの映画のコアファンが飛びつくようなラインナップで、例えば愛しい存在とかはアレクサンダー・ロックウェルってあの、はい、あの
インザスープとか、あのフォールームスとかの世代的にはかなり懐かしいですよね。懐かしいですよね。あのミネシアターブームの、はい、あのまあ、後半といいますか。後半、はい、うん、でこの素晴らしい、あのちょっと自分の奥さんと子供たちを使って撮った作品なんですけれども、すごいセンスあふれる作品が実はこういうところに潜んでいたりするんですよ。すごい、で、まあ、中学生としてはこのティフティーンズ映画教室っていうのは三宅翔監督のディレクションのもとに、うん、まあ、今年オンラインで中学生たちに映画を撮ってもらうっていうのをやっていて、これ毎年やってます。これは毎年やってますね、はい、でオンラインで撮ってもらうっていうのはもちろん今年始めたんですけれども、はい、でもワイルドツアー的なワイルドツアー的なはいはいはい、はい、感じしますもんね、はい、これいいですよね、はい、うん、という人格を最後ご紹介したあたりで、この人格は全然なんだ分裂してないと思います、ね、むしろあのまとまりのある顔に近い、はい、あの ところだと思いますけどね、うん、素晴らしい企画だと思います。はい、たっぷりお話しいただいたということで、あの本当ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまあ、これから始まるという、まあ、始まる前にこれ流れるということ で、ね、はい、プログラムから一言じゃあいただければと思います。はい、フィジカルで安全に、開催してまいりたいと思いますので、ぜひ、東京国際映画祭に足を運んでいただけたら、嬉しく存じます。で、あの当日券は学生の方はワンコイン500円で、ご覧いただけますので、ぜひあの500円ではしごしてちょっと映画のいろいろな世界を楽しんでいただけたらなと思いますので、今年の東京国際映画祭どうぞよろしくお願いいたします。矢田芳彦さんでした。今日は本当に貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。